もしお若いお人、お若いお人、お気をつけください。宮の貴族たちは若い性器に乾いています。吸いたくて吸いたくて仕方がないのです。ああ、特にこの先、中庭は鬼門です。宮の貴族がわらわらと先に進むなら、外周を回られた方がよろしいです。なぜ俺に？お若いお人に一つ頼みがございまして。なんだ？父のことです。我が父は貴族になりましたが、その時恋に見入られてしまいました。もうずっとずっとただ恋に餌をやっています。お若いお人、どうか父を恋の呪縛から解き放ってください。あのような永遠は父の望みではありませんでした。Thank you.
お前さん、何か言うか。くらいなら貸してやろう。
どうか無事で。ん？おう、狼か。大事ないか。は。そうじゃ、これをそなたに。竜の涙、必ず手に入れてまいります。あ、頼む、狼。狼殿、よくぞ参られました。ではまた。時に赤老、極めたか。は。おお、確かにな。赤老、やはりお主には一切りの才がある。褒美じゃ、取っておけ。しかと。これを。はあ、流線か。でかしたぞ、赤老。ん？ん？ん？たあ、たまらぬ。この流線をわしが手に入れると。嗅ぎつけた馬鹿者どもが飲ませろと集ってきたものじゃ。馬鹿者ども。酒飲みながら十文字槍を手放さぬ馬鹿者に、人の酒を現実でかすめ取る馬鹿者、杯片手に作りかけの義手をいじっておる馬鹿者、それからでかい図体ですぐに真っ赤になる見かけ倒しのフクロウもな。それはお主の父もバカ者じゃった。バカ者どもに。お主か。それがお主の心配顔か。じじいはここにいろと絵馬がうるさい。ゆえにこうしておるだけじゃ。時に赤老、お主と九郎の伏立ちの戦、椿輪のようじゃな。伏
牛立ちの戦を阻む者、切ったか？切りました。そうか、迷わずよう切った。セキロ、忘れるでないぞ。迷えば破れる、それが戦よ。お前さん、何か言おうか。ではな、また久しくらいなら貸してやろう。